1>, 1番です。次の計算をしなさい。1番から見ていきます。まず最初の問題ですけれども、700とありますが、まあ、今回小数があるのでですね、700を 7×100 というふうに分けます。そして1.08の方は、今度は 108× の0.01というふうに分けたいと思います。そうすると100、100×0.01 で、これなくなってしまいますから、 最終的に 7×108 をすればいいということになりますね。掛け算をすると756ということで1番は終了です。2番2番ですけれども計算には順番があります。最初に括弧の中か累乗2番目に計算するのが掛け算割り算最後に足し算引き算をするというルールですからまずはこの割り算からやっていきます。 マイナスの15でプラスとマイナスで符号はマイナス9る3ですから3というふうになりました最後にプラスマイナス合わせますからマイナスの183番3番ではわりかしここがマイナスになっていることが多いんですけれども今回の場合は通分6分のでいきます大事なことなんですがここの間にはですね括弧が省略をされています このように分数の上や下に足し算や引き算があるときにはこの括弧が省略をされている状態になっています。前のところは書く必要は本当はありませんけどこんなふうになっていて3分の6分のというふうにしているわけですから2倍ですね。えー、必ずこのように一旦書いてあげてからそれから開いていきます。x プラスの y プラスの 4x マイナスの 2y と。 そうするとあとは合わせてあげるだけですから6分の 5x マイナスの y というのが答えになりました4番です4番でも累乗からいきたいところですが今回は括弧の外に累乗は全くない状態になってますのでそのままやっていきますえプラスマイナスマイナスですから最終的に符号はプラスになるのでもう符号のことは考えません えー、毎回こんな風に書く必要はありませんが計算が苦手な人は、えー、こんな風に A の2乗のところは AA とかって書いてあげるとミスは減るかと思いますさて、えー、割ったら下に書くかけたら上に書くのルールで書いてみましたすると A が1個なくなって B が約分してなくなって、えー、3で割って33で割って2そして2と2で約分します そうすると残ったやつは 3ab というふうになりました。5番です。5番の問題では今度は情報公式を使っていきますね。情報公式では基本的に x プラスの a y プラス b みたいな形になっていればこの時には通常はこうやって分配法則をして計算をしていきます。 なので、まあ、これで分配法則すると、xy プラスの bx プラスの ay プラスの ab となると。まあ、この分配法則がまず基本にあって、で次に、x プラスの a、x プラスの b の形ですね、えー。頭が同じ形、括弧の中の最初の数字が同じだと、前の2乗、そして 後ろを足して前をかける。後ろをかけるという公式でした。3つ目が、x プラス a の2乗。前の2乗。前と後ろをかけて2倍で 2x。後ろの2乗ですね。これはマイナスの場合でも同じですけども、一応マイナスの場合も書いておきましょうか。x マイナス a の2乗だと、前の2乗。前と後ろをかけて2倍だと、マイナスになりますね。 えー、そして、後ろの2乗です。えー、最後に、X、x+a、x-a と、こんな風になってた場合には、前の2乗引く後ろの2乗。まあ、これ、特徴は、頭が同じで、後ろがプラスマイナスで、数字が同じということになります。えー、今回の問題では、まず、前のところですね。こちらは、この4番の公式を使っていきます。 4番の公式を使うと前の2乗を引く後ろの2乗ですからこんなふうになりますねで後ろの方はこの2番の公式を使っていきますが、えー、ここにカッコがマイナスがついていますから必ずですねマイナスカッコとやってここの部分の計算をしていきます、えー、すると前の2乗で x の2乗後ろを足してがプラス2とマイナス8ですからマイナス6ですね -6x 後ろをかけてマイナスの16というふうになりました。えー、これでカッコを外していくとマイナス x2 乗プラス 6x プラスの16というふうになります。x の2乗これでなくなってマイナス16とプラス16ですから残るのは 6x というふうになります。最後に6番ですね。えー、6番の問題では えー、こちらは3分のルート75と書いてありますが、まあ、せっかくなので3分の5ルート3というふうに書き換えておきましょう。それからこちらは、えー、下を3分のにするとルート 16× かけるのルート3の形になりますから最終的に3分の5ルート3プラス3分のルート16は4ですからね4ルート3となりました。 と3分の9ルートの3ですから約分して3ルート3というのが答えになります。